大谷明は日本の柔道家。1929年の明治神宮大会や1934年の天覧試合で選手権を獲得。後には拓殖大学や大阪府警察で更進の指導に当たるなどした戦前、戦後の柔道界を牽引した柔道家の一人である。広島県出身。中外商業学校第日本武徳会大阪支部で柔道を学び。 1924年17歳の時に行動館入門。入門半年後に初段、1925年1月に2段、1926年11月に3段、1927年2月に4段と、毎年順調に商談を重ねた。身長157センチメートルと、上背はないものの、重心が低く岩のような体重89キログラムの、 体から繰り出す、右の背負い投げと得意とし、1927年の第4回明治神宮大会柔道競技において、青年団の個人戦、団体戦に出場。個人戦では、決勝戦で大会3連覇を狙うシ島マタツに敗れるもに、位、単能茂夫と、組大阪代表として出場した、団体戦でも二位という好成績を残して、一躍その名を知られるところとなった。 大阪府警察部や第二本部特会大阪支部、熊本県第一師範、熊本商業学校で柔道指導に当たる傍ら1929年11月の第5回明治神宮大会柔道競技には、全大会と同様に青年団で出場し個人戦、団体戦とも優勝2ヶ月後の1930年1月には五段に劣勢られた。一方、 1931年の第2回、全日本選手権大会では、専門総年前期の部に、第5区代表として出場し、優勝候補と目されたが、初戦で第4区代表の島崎や酒と延長戦3回の、激闘の末に抽選で敗れている。1932年に、カラフト町警察部及び、部徳会カラフト支部の柔道教師を任ぜられ、翌33年5月に、 柔道教師の称号を排除。1934年5月5日、竣工したばかりの最年間で開催された、皇太子殿下五誕生報祝武道大会では、当時の柔道家として、最大の栄誉である、指定選手16人の一人として選出された。予選リーグ第3部に組み入れられた大谷は、菊池揚二五段や遠藤清六段、 戦術の牛島達熊六段ら競合と相対し、菊池、遠藤に試合時間一杯を戦って優勢勝ち。牛島との試合では、相手の体調不良という運も味方して、釣り込み足による一本勝ちを収め、明治神宮大会の雪辱を果たし、準決勝戦進出を決めた。準決勝の大型春六段戦では、久むなり間髪入れずに、相手の利き足を体落ちや、 小内狩り、小外狩りで攻め立て、相手の崩れに乗じて一気に、背負い投げで担ぎ上げるという大谷の得意パターンに、仕留めて、決勝進出を果たすと、決勝戦では、指定選手の部最年長38歳の神田、九太郎六段と、日本一の栄冠をかけて争うこととなった。最年間で行われた、天壇試合、立って大谷、寝て神田との下馬評で始まった試合は激しい。 組手争いの後に、神田が得意の肩車を放ち、大谷がこれを叩き込んで、うまくさばいた。続いてともえ投げから寝技に誘い込まんと、大谷の両足を掴む神田を、主審の磯貝じめが、手を離して、とせいすと、さらに2度3度と肩車を仕掛ける神田に対しマンを、持たして放った、大谷得意の背負い投げが炸裂して、神田の体は、きれいにこう描き、 この一本勝ちをもって、大谷五段の優勝が決まった。昭和天覧試合柔道競技は、この1934年大会以外にも1929年40年と二度、開催されて指定選手の部ではそれぞれ栗原民夫と木村雅彦が優勝しているが、前者は京都の大日本武徳会武道専門学校に、後者は 東京の拓殖大学に軸足を置いていずれも優れた指導者や豊富な稽古相手に恵まれた末の栄冠であるのに対しカラフトという稽古不足になりがちな最果ての地で小柄な柔道家が大木に帯を巻いての一人打ち込みをシャニムに続け晴れの天覧試合でついに日本一の栄誉を成し遂げたという点において大谷の優勝は特筆されるその後大谷は上京して 警視庁や、拓殖大学で、牛島達熊らと共に、更進の指導にあたり、木村雅彦や平野時織戦中派と呼ばれる世代の、大家たちを育てた。第二の故郷とも言うべき、大阪府に移ってからは、海津歌に今日構え、府警柔道師範として、更進の指導に尽力。八段くらいにあった1963年2月、来日したソビエト連邦の三母選手を迎え神戸。 YMCA 体育館で開かれたミッソ神前レスリング柔道対抗大会において、橋春を四段とオレグステパノフとの試合で主審を務めた大谷は、試合開始後2分に気分が悪くなったと審判を交代し、5分後の20時30分に控室に向かう途中で心臓麻痺により急性した。去年57。不法受け行動感は、 明治神宮大会や天覧試合における輝かしい実績に加え、北はカラフトから南は九州まで柔道指導に奔走した大谷の生前の功績を称え、亡くなる前日の2月21日付で球団くらいを追蔵した。ありがとうございます。